川口市立高等学校、付属中学校は埼玉県川口市上青木にある市立の併設型中高一貫校。付属中学校は2021年4月開校。川口市は少子化による生徒の減少に対応するため、川口市立川口総合高等学校、川口市立川口高等学校、川口市立県美高等学校の3校を統合して新設開校する。 振興基本計画を発表した。開校は2018年4月となり、川口総合高等学校の敷地内に校舎を新築して第1グラウンドを設置、下地川口高等学校の敷地内に第2グラウンドを設置する。総事業費は約180億円を予定していたが、192億円を上限として事業を進める。 公明は2016年3月に発表された。川口総合高等学校、下地川口高等学校、県美高等学校は2017年度まで生徒の募集を継続して2017年度末に閉校した。中高一貫校にするため2021年4月に付属中学校を開校。全日制は単位制で1学年中にクラス480名。 三学年合計1440名の規模となって、いたが2021年4月より、付属中学開校のため高校の募集人員を削減し、一学年10クラス400名、三学年合計1200名の規模となる。しかし、中学三学年の定員が240名となるため、中学、高校を合わせた定員は変わらず1440名の規模となる。普通科の 特進クラスは入試の合格発表後のクラス編成で希望者から選考する。定時制は単位制の総合学科で1学年の定員は120名となっていたが2021年4月より募集人員を40名削減し80名となる。2年次より教養系列、生活、情報系列、商業系列の3系列に分かれる。効果は中学。 高校とも共通のものとなっている。川口出身のシンガーソングライターである、工藤慎太郎が作詞、作曲し2017年8月4日に開催された、学校説明会で披露された。副題に、子立ちの歌が付けられており、子供たちを、風や雨から鳥を守る子立ちになぞらえている。また、川口市全体で口ずさめるように、さらには、川口市の外にも広がっていくように、 あえて公名など限定されるフレーズを入れずに制作された。冬服は濃紺色で男子はマオカラースーツのような爪入りスタイル、女子はセーラージャケットスタイル。夏服は公式行事などではブルーのシャツを着用する。公式行事などがない日は女子はセーラータイプのシャツも着用できる。ボタン、女子のリボン等を除き高校生の制服と 基本的に同じ。高校進学後も着用できるように考えている。冬服は男子は真央カラー爪りスタイル、女子はセーラージャケットスタイルで男女共に金色のボタンを使用。夏服は男女共に本校オリジナルのボロシャツ。校舎内に入る際に上履きに履き替える必要のない一足制を導入。開校当初は校舎胸は竣工しているが、 アリーナ棟は2020年12月頃、グラウンドは2021年8月の完成を予定している。第2工地の整備は2018年から2021年を計画しているため、完成するまで体育館は川口総合高校の既存の施設を利用し、グラウンドは近隣のスポーツ施設等の利用している。川口総合高等学校、下地川口高等学校、 県美高等学校の部活動が統合されて一緒に活動する。全日制家庭定時制家庭系音楽部開校1年目は以下の6部を設置し2.3年目に新たな部活動を設置する予定。ありがとうございます。